こんばんは。さあ、6月4日木曜日、情報ザリガニ柳谷でございます。はい、本日のコメンテーターはシクラッチ山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今週発売のですね、ゲームタイトルからご覧いただきましょう。はい、それでは私、純情なフィギュアのカナが発売情報をお伝えします。お願いします。スイッチゼノブレイドディフィニティブエディション、任天堂スイッチ、バイオショックコレクション、テイク2インタラクティブジャパン、スイッチボーダーランズレジェンダリーコレクション、テイク2インタラクティブジャパン、スイッチ空論妖魔学園記オリジンオブアドベンチャー、アークシステムワークス。お、はい、以上今週は4本です。なるほどね、うん、もうスイッチばっかりですか。スイッチ4本でした、ね。あ、まあ、スイッチの人気素晴らしいでございますね。はい、あ、この前もう一個からお兄ちゃんスイッチ持ってるみたいなね、LINE が来ました。うん。さあ、ということでお兄ちゃん持ってんの？何ですか。いやいや、え、お兄ちゃんスイッチ持ってないです。うん、あれはだから持ってないなら一緒に買おうよってことなんですよ。あー、なるほどね。そうなんです、そうなんです。だからね、一緒に遊ぶために買いたいと思います。うん、さあ、ということで今週の気になるトピックスいきましょうか。はい、はい、今の今週のトピックスはこちらです。はい、ドン。はい、ありましたね。あ、そうか、出てた。なんか、うんうんうん、ツイッターにニュース載ってましたね。そうなんですよ。ね、ミニとかあって今度もミクロとか、これどこまでもう どこまで行くの、どうなってるんでしょうかね。小さきゃいいってもんなの。どうなんでしょうね。そのあたり聞いてみましょうか。最初のトピックスいきましょう。はい、セガはゲームギア発売30周年を迎える今年10月6日に携帯ゲーム機ゲームギアミクロを発売することを発表しました。おー、ゲームギアミクロのサイズは当時のゲームギアの 40% 弱となっており、モニターサイズはおよそ1インチという超ミクロサイズとなっています。また4色のカラーバリエーションそれぞれにアクション、パズル、RPG といったさまざまなジャンルの名作シリーズが4本ずつ内蔵され、さらに4色セットで購入すると液晶ディスプレイを拡大して見ることのできるビッグウィンドウミクロがもらえるそうです。そうなんですけどね、ウィンドウついてくんの、ギャグだよねこれね。え、でもゲームギアの当時もなんかつけてませんでした？なんかつけてたの覚えてるんです。もともと小さいってこと？いや違う違う、こんぐらいだったけど、ね、そんなになんかガシャってつけて電気つけた覚えがあるんですけど。でも今回はこれをさらにちっちゃくしたってことで、ね、めちゃめちゃちっちゃい。サイズ感ありますけどこんなもんですよ。昔これぐらいのサイズのキーホルダーのね、あのテトリスとかようあって、あ、テトリスやったやったけど、やったね。これはさらにいろんなゲームが入ってるでしょ。もうガチャ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 で4本ずつ内蔵されているというわけで、これでもさ、ここに十字キーみたいなのがついててボタンついてるわけでしょ、うん、そうで80ミリってことは8センチってことでも、まあ可愛いんだろうね、ものはね。テンション上がりますよ、実際問題。だけど、多分車の中ちょっと落としたら、あれなくなっちゃったみたいなこともあるよね。座席の隙間なんかに入ろうもんだな。ガシコン挟まって、黒やったら上から見ても分からへんからね。でもやっぱり可愛いな。いや、やっぱり可愛い。やっぱ日本人はこう小さくするの得意やからね。小さいもの好きですよ ね、好きなよ。やっぱ技術力が上がってくると物って小さくなってくるんですよね。そうそうそう、うん、でもなぜか iPhone はでかくなったり小さくなったり、でかくなったり小さくなったりして、そう、ね、でかいのいいよねっつって、ちっちゃいのだとちっちゃいのいいよね。日本人その辺だ、ちっちゃいものを大きくしたり、うん、大きいものをちっちゃくするのがこう技術すごいいるからね。で今ほら小さいの流行ってきてるじゃない。はい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 。だからなんかね、64ビッグとかが出てくるもんね。64ビッグ。任天堂64ビッグソファーにもなります。いや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 。いやいや、カセット大変やんか。カセットとかはほら入ってるから、入ってる、中に入ってる、内蔵型で、ね、ソファーになります。ちょっと面白いですね。いいでしょ。いいね、64ビッグなんかいい感じのソファーになるよね。カチッチッチャチャって上がってね。そう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 。ただし何がビッグになってほしい？あ、ドリームキャストテーブル。いい。あ、ドリキャいい、真ん中渦巻きとかついてて。そうそう、四角くてね。いいね。
あの別に何でもいいよ、大きくなってほしいもん、何大きくなってほしいもん、ラーメン、あー分かる、ラーメン大きくなってほしいよね、ラーメン、それはね、お風呂に入りながらそれがラーメンやったら、ゾーンゾーンゾーンって言ったら、ララベルのビスカスかお前は、さあというすごい、そういう YouTuber がいるね、いるね、大体、絶対誰かをやってると思う、お風呂の中でラーメンを食べるは、絶対やってるな、かわいいな、誰か、誰もやってないんだとしたら俺がやる。ぜひ聞かれてほしい。 いやでもちょっとやっぱり気になる、本物見てみたいしね、10月6日は楽しみにしてください。もう名人はすぐ手に入れそうやな、これな、うん、では続いてのトピックスいきましょう、行きましょう、はい、うん、株式会社サマータイムスタジオは、うん、今週ゲームクリエイターおよびゲーマー向け温泉施設、うん、ゲーマー温泉湯守金獅子を大分県九重町にオープンしました。大分県温泉ちゃうからね、うん、ゲーマー温泉はサマータイムスタジオの大分サテライトオフィスの中にあり、源泉かけ流し 100% の温泉エリアやコワーキング e スポーツエリア、月額のリモートワークエリア専用居住ルーム、車中泊エリア、車中泊150m 先の的にエアガンで狙える屋外シューティングレンジなどが用意された一般の方向けの温泉施設で、現在日帰り入浴温泉エリアのみが先行開放されているそうです。やっぱここまでいろいろあっても温泉がメインなんですね、まあ、あくまでもね、そういうことみたい、温泉施設なんですね、そらそうで、もう大分県温泉地でございますから、あ、そうなの、そうよ、何温泉っていうの、別府温泉とか違う、別府、うん、ある湯布院ある、あの袋の中にね、いや袋の中にねえやないがな、何その夢いっぱいの語り口、あのほら温泉の元で渡されると入ってるじゃん、でもなんか湯布院って聞くとなんかすぐ人死にそうな気がする、なんか殺人事件とかすぐ起こりそうな気がする、そっちのね、うん、そんなありますね、なんかすぐね、はいはい、現場になるよね、現場になります、湯布院なんか浮かんでるからね、ロケのなんか甘いのかねそうそう、だからいやそんなことそんなことないんですけど、やっぱり町おこしみたいなこともあるんちゃいます、ある種のね、やっぱりこの温泉地と湯布院湯煙なんとかあるじゃない、そう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 、よくドラマとか時刻表とかね、もうそれだけはほんまに殺人事件起きるからね、あのすいませんでした、ヤムちゃん、あの知らない話題の時の突き放す顔やめてくれる、そうおっさん2人傷つくから、俺ら知らない時でも頑張ってるからさ、そう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 、そっちの女子2人でもすごいよこれ、本当にゲームクリエイター割引使える、え、どうやってそれは自分がゲームクリエイターだと証明すればいいの、作ってる人違うの、あ、名刺、あ、ゲームクリエイター、いや、あの、千代丸さんは割引聞くってこと、聞くってことですね、僕でも、社長って書いてあるんですけど、いやいや、それで、だからもうそれは会社の先生のクリエイターが大丈夫ですよ、だって作ってるんだから、まあそうですね、我々はだからちょっと難しい、でも一緒に行ったらなんか割引かもしれない、名刺で 名刺作ってもらえばいいってことですよ、まあまあね、いやいやでも名刺でかどうかわからないよ、やっぱりゲームクリエイターとして、で名人クラスやったらいけるのかな、いや作ってないの、していやいや切り離しかねえせやけど、この携わり方がもうちょっと違うところにいるじゃん、間違ってはいない、間違ってはいないけど切り離し方よ、ゲーマー温泉、でもゲーマー向け温泉面白いですね、そうだ、いや面白いよ、だって温泉つったら卓球とね、あと、うんうん、なんか半分壊れたアウトランぐらいしか置いてないんだから、いやいやそうかもしれんけど、うん、昔のね、インベーターとか置いてたりするやん、古いとこ置いてない、置いてない、ないなちゃん、うん、半分壊れたアウトランが置いてあるんだよ、あ、なんだ、あと 3個の爪の UFO キャッチャー、はいはいはい、うん、あとモグラ叩きとかね、うん、ワニワニパリッとかそんなのあるけど、それをさらにこうもう現代のこれに拡大させたみたいなとこじゃないの、確かに、モグラ叩きも置いてないんだよ、いやいやいや、半分壊れたスペースハリアが置いてある、なんか言うねんなんで半分壊れさせたいのまあね、例えば休まるから動かないんだよ、スペースハリアが、何ゲーマーの、ね、温泉って言ったらどんなサービスが欲しいですか、ゲーマーの、うん、やっぱ僕はオールドゲーマーなんで、昔往年のやっぱナムコのゲームとかも欲しいですけど、漫画エリアとかに置いてあるようなところに、そうそうそう、その昔のゲームが VR のやつ置いてほしいわ、VR のやつ、もう一回外で温泉に入った気分になれるっていう温泉上がってからもう一回温泉入る、やっぱり e スポーツエリアがあるってことは
やっぱもうそれなりの最新の ね作品からってことですよね。でも私はやっぱり温泉施設なんで、うん、なんだろう、両手ガッて入れたらなんかこの辺全部マッサージしてくれるっていう機械が置いといても、山ちゃんそれはもう何の話、それ山ちゃん温泉地に対する意見になってるから今違うやんか、ゲーマー温泉の話だからってことやから、うん、だからうんだからうんだからやなくていやだからなんかあなんかさ手ってあんまりマッサージされないじゃないですか。でも確かにゲームでこうやって動かすから、私すごいこの前ゲームやりたい、ゲームに繋がってるのね。そうですそうです、どうぞどうぞ。私この前ゲームを何十時間やったのか忘れたんですけど、うん、本当にずっと握りすぎて、うん、手がもう本当こうなっちゃったんですよ、うんうん、痛い痛いってなったんで、うん、これを直してくれるなんかこう、うん、超有名手のマッサージしたみたいな。あーなるほどね、温泉施設で何十時間もでけへんから何を言うてんの。いやでもマッサージ機あったりな、まあまあまあ、ね、でも一つのね、うん、方法がリラックスするという意味ではね、うん、そうだね、うんうん、いい話、別にこう入れなくてもマッサージ師の人来てくれれば、ね、マッサージ師でもいいです、ね、怖いじゃん、なんか手入れられてね、うん、まあまあ最近特にね、150メートル先のエアガンの的になってたら怖いじゃない実はみたいな、それも楽しいですね。なんで楽しい、いてー的みたいなね、的やないから、ね、なんで手入れた瞬間ピュンピュン飛んでくる、嫌やそんなもん、ダメダメダメ、真実の口みたいな感じ、はい、ということでございまして、はい、はい、そろそろお時間でございます、はい、この後はですね、うん、ゲッチャフォートナイトもお送りいたします。